い、こんにちは。日本改革党、くつざわです。新寺様、ふとしと、としこ様、お手紙も、焼きとうもろこし様、お手紙も、ゆり様、お手紙も、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。先ほどまで、工事の音やがましかったんですけど、今はちょっと止んでおりますね。休憩なのか、もう今日は終わりなのかちょっと釈然としませんけれども、複数の削岩機が動いておりまして、ダダダダダバババババダダダダダダ戦場みてえだなって思っておりました。やがましくて気が狂いそうでありました。蓮舫都民投票で神宮外苑工事の是非を問う。小池百合子記者会見。この人まだ現役の都知事として、働いてて記者会見もやってるみたいなんですよね。有利ですね。テレビに出るんだったらね。最高裁がすでに是としている。都民の民間開発をいちいち都民投票するのが、煽りますね。すでにパヨ陣営が妨害訴訟を起こしてて、完敗済み、だったみたいであります。世論です。蓮舫ってバカだよね。蓮舫って本当に頭使わんのだな。これには蓮舫さんもにっこり。どこがにっこりなんだかさっぱりなんですね。何がにっこりなんだかね。でも共産党は最高裁より正しいらしいし、都民投票1回50億かかるらしいな。しかも結果に何の強制力もないという。都民投票でダメって出ても、それで工事差し止めとかできないっていうですね。蓮舫に何言っても無駄。蓮舫は最高裁判決よりも、ミーガーっていうパヨパヨスタイルだから、何も変わらんと。無駄なんですね。緑かえって増えるそうですよ。人工林、明治神宮、神宮外苑、人工林のメンテナンスでかえって緑は増えますよっていうものらしいんですけどね。試験です。都民選挙でっていうのは練りに練った蓮舫の追加公約のはずだったんですけどね。つまり蓮舫本人はもちろんですね、蓮舫陣営の参謀誰もが最高裁で負けてるであるとか、民間が行う神宮人工林メンテという基本的なことを知らなかったのか、それとも無視したのか。暴力革命目指す共産党がついてるし、革命って放置の真逆ですよね。放置の真逆にみんなめちゃくちゃにしたろっていう、いうのが革命ですから真逆なんだよな。パヨ、最高裁が間違っている、俺らが正しいぐらい言いそうですね。現に沖縄の基地の最高裁判決にはそんなこと言ってるしね。でも民間の事業だしって言ったらですね、パヨ、すべての権力をソビエト連邦につって、共産主義って党以外の所有権認めないんですよね。幹部の豪邸は別なんですけどね。子供が生まれれば控除が増えるって言ってですね、民主党が年少扶養控除を廃止したからないぞって、もうそうでしたけれども、知らないこと多すぎますね、蓮舫さんね。議員生活20年、本当に今まで一体何やってきたんだろう。ツイッター頑張ったんですかね。おかしいよな、議員歴20年あるはずなのに、こんな次から次へとバカなこと言って、これ共産党スタイルですかね。7月4日辻元清美、明日はびっくりする用意な、原文まま応援弁士が駆けつけるらしい。で、5日の有楽町に来たのが野田佳彦と C 和夫でした。びっくりしねえな全然。世論です。真っ赤っかやん。立憲共産党さん、こんなのが応援に来たら2位も怪しいやろ。東京共産圏にうおー、確かにびっくりや。極左暴力集団定期、隠さなくなってきたな。4位じゃダメなんですか。共産アピールすればするほど票が減るって気がついてないの。内輪受けしすぎて共産党が大衆受け良いって勘違いしてるんやろな。なんで自ら負けに行くんだろうか。既存の支持者を喜ばせることばかりやっても票は増えないぞ。改善はしないんですけど、なぜなら自分ら正しいって思ってるからねあいつらって。試験です。選挙戦も今日で終了ですね。長かったな、今日土曜日ですからね。パヨ、いける勝てるって
ハイになってるそうなんですね。蓮舫落選したら老いに気落ちすんだろうな、健康を害すほど気落ちすんのかなって私は蓮舫票を最大で150万票って予想してますけれども、これ過去の都知事選でパヨっぽいやつら合計がねこのぐらいだと、では 都内のあのパヨの最大人数、推定最大人数で150万ですけど、これより減ったらめちゃめちゃ嬉しい、年数で、自然に減ったってことかなーって。 NHK 選挙班の予想は蓮舫114万票だって、114万票だって、NHK はそう予想している、これぐらいですね、あの都内パヨが減ってると私も大満足です150万が114万に減ってたら私も大満足です。野田佳彦ね、あの消費税を5から10に倍増させた張本人なんですけど、テレビ新聞が必死でかばうからあんまり叩かれてないですね。ほんならな、あのもっと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 あの先般扱い叩かれても叱るべきだと思うんですけどね。5月に韓国に着任した水島光一駐韓大使とチョ外相が会談、日韓双方が相手の身になって考える姿勢で両国間の懸案を、懸命に管理しなければならない、と述べた。スローガンですね、相手の身になって、世論です、お断りどす、お前らがそれできねえだろう、相手の身になって、断交こそ正しい日韓関係、韓国が双方がとか互いにとか言うときはお前がやれっていう意味だから騙されないように、どの口が言うか、韓国が日本の立場に立って考えたことなんて一度もない、お前らそんなことを一回でもしたことあんのか、いますよね、金に困ると困ったときはお互い様とか言ってすり寄ってくるクズ野郎、これだけ倫理観が違うと無理だと思うよ。韓国を動かすには命令と処罰の中国式が有効、アメとムチじゃなくてムチとムチが有効すかね、相手の身になって、じゃあすぐにあの竹島の軍事占領をやめて返せって、話はそれからでしょ。竹島軍事占領してる韓国が敵国なんだ、断交&宣戦布告が正しい日韓関係なんだよな、それ以外認めませんよ、あの少なくとも私だけはね、日本中の誰もが認めても私だけは認めないですよ、そんなのは、敵国なんだからさ、韓国が敵国だったら韓国人は敵国人でしょ、なんでのんきに日本観光できるのか全くの謎ですよ、なんで堂々とね、あの新大久保や西早稲田に見せ出せるのか全くの謎、全然謎ですよね。岸田総理、少しずつ政治家として進化しようと精進している、核兵器のない世界を実現したいって、これあの広島の選挙区だからこんなこと言ってればいいやっていう感じでふわーっとしたことを言ってるんですね。核兵器のない世界を実現したいんだったらアメリカの政治家とかロシアの政治家や中国の政治家になって自らあのもうやめよ、言うしかないんじゃないの。核持ってる国でやんなきゃいけないんじゃないの、これつね、あの広島の選挙区回った時にこれ言ってれば受けいいからなんです、何も考えねえで言ってんでしょうね、あの核兵器のない世界と、そんなの世界平和ぐらい、実現無理だわって、世論です、まだ続ける機会、お前はもう終わりだ、お前に求めるのは対人だけだ、もうお前の賞味期限切れだ、まず人の話を理解する知能を持てよ、この人やってよかったことって外圧による防衛費倍増と難民申請2回までっていう入管法改正ぐらいですもんね。あとはあの LGBT もスワップもホワイトも増税、再エネ賦課税3倍増だし森林環境税だし国保税も値上げですよね、それでもあの難民申請で4年以上居座れる、2回までってしても4年以上居座れる、手ぬるいよな、防衛費倍増はあの自分の信念とかじゃなくて台湾がいよいよ危ないから米国がうるさいからでしゃーなしでやったんでしょ、仕方なしで、これって本当にあの分かってない昭和の自民党政治家なんで早く高市さんに変わってもらいたいですね、核兵器のない世界にどっかで聞いたことあるフレーズ、言ってるしね、んなのあのどうやってやんだって聞いても、何も言えないと思うよこいつは。子ども家庭庁調査、結婚すべきだ、結婚した方がいいと
結婚に前向きに答えた若者の割合はドイツ 57.9%、 フランス 52.4%、 スウェーデン 51.3%、 アメリカ 47.3%、 日本 45.0%、で、子ども家庭庁っていうか、記事にはね、ダントツに低い日本の数字とか出てるんですけど、独仏スウェーデンってイスラム難民多いとこですよね、これね。世論です。記事タイトル、ダントツに低いってことでもないだろう。2% でダントツ低いっておかしいだろう。若者の結婚離れですね。マスゴミと日教組の洗脳が効いてるな。原因は男の収入の低さでしょう。政府や社会は税金奴隷が欲しいだけ。親戚付き合い面倒すぎ。自民党が家庭の時間と金を奪い続けたから。こういう板に結婚した方がいいぞって書き込むと、総叩きが始まりますんで、不満な人ばっかり書くんで、それがメジャーな意見って思ってしまう罠が存在します。現状に不満がないとは選挙に行かないっていうのも同じ理屈で、結婚すべきだ、結婚した方がいい。独仏スウェーデンが高いのは回答者にイスラム教徒が多いからじゃないのか。彼らは結婚しないで、異性交流するとですね、女性の父親に殺されたりと命の危険があるんですよ、女遊びね。ですんで結婚せざるを得ないっていう事情があって、そういう連中の回答者のに混じってから高くなってるだけじゃないんですかって私は予想しますけどね。今日の単身です。5月の食材&惣菜&冷食、つまり外食以外の食品、家庭で食うもの、の消費が前年度比 3.1% 減少。考えられることとしては、1年で人口が減った分、これ消費額、消費量じゃなくて額ですから、コンビニ使わずスーパーで節約、高い食品買わなくなったなどが考えられますね。野菜高いから家庭菜園始めたなんて人もいますしね。今年は170万人以上が亡くなって、生まれるのが70万人以下、下手すと63万人とかになっちゃうかもしれない。100万人以上の人口減少が見込まれております。人口が減り続ける以上ね、消費額減少は続くと思われますね。自民党と省庁はですね、女性が輝ける社会をなんて言ってるうちは人口減は続きますよね。どっかの国のようにですね、未婚の娘をもてあそんだ男に父親は復讐していいっていうことにしたら結婚不利かもしれないですね。アメリカにもですね、娘の恋人に責任取らせるですね、ショットガンダディっていう文化あります。これ娘の恋人にまさか責任取って結婚するんだろうなって、ショットガンを突きつけるショットガンダディっていう文化がアメリカにもあります。千葉県、父親の遺体を自宅に放置した堀口秀夫64歳を逮捕。64歳の父親っていうと90とかですかね。亡くなったことがバレたら父親の年金がもらえなくなってしまう。50、80問題が時間経過で60、90問題になってますね。発見されてないだけで全国にこういう事件まだまだあるんじゃないですかね。こういう事件あるとですね、平均寿命世界一っていうのも信用できなくなりますね。死亡を報告してない、事例がいっぱいあるんじゃねえか。もしかして10年以上も死んでないことになってる人結構いないかっていう、ちょっと怖い話になっちゃいますね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。